改めまして皆さんこんばんは。はい、お久しぶりの方ももしかしたら初めましての方も多いかもしれませんが、ただいま石倉先生からご紹介いただきました。今警察庁でやることはありますけど、刑事局というところで捜査支援分析管理官というポストについております小笠原と申します。去年の1月14日まで北海道警察の函館方面本部長に1年10ヶ月ぐらいにわたって勤めさせていただきました。今日は2つほどキーワードを持ってきております。その1つ目が One is too many、 1人でも1度でも多すぎる。そして2つ目のキーワードが Nothing will work unless you do、 あなたが動かなければ何も変わらない。今日のこの話を聞いて何か一つでも皆さんがちょっと自分が動いてみようかなと思うものを持ち帰っていただければという願いを込めてキーワードを挙げています。はい、でここで導入のためのワークを最初にやりたいと思います。ちょっとお隣の人となんとなくペアを組んでいただいて2人1組ぐらいでちょっと顔を見合わせて、はいはい、あ、いいですね、わきあいあいとね。はい、それでは、あなたの初体験の性行為、初体験を思い出してください。相手はどんな人でしたか？どんな場所でしたか？服を脱いだのは自分ですか？それとも相手の人に脱がされましたか？相手はどんな言葉をかけましたか？射精はありましたか？コンドームはつけていましたか？はい、では今からそれを今ペアになったお隣の人に話していただきます。ね、ちょっと際どいオープニングです。心の準備はよろしいですか？はい、それでは今からお隣の人に、はい、お話しいただかなくて結構です。はい、ね、気分を害した方いらっしゃったらごめんなさい。でもどんな気持ちになったでしょう？ちょっと待ってよって、いやいやいや、そんな話人にできる話じゃないでしょうと思った方が、まあ、大半だったんじゃないかな。実は私もこれやられました。でどうしようと私はかなり狼狽しました。何のためのワークか、ね、性的なプライバシーですよ。初体験、性行為、そしかもそれ無理やりされたこと、それを他人に打ち明ける、そのハードルの高さ、これをちょっとイメージしていただきたかったんです。別に皆さんの初体験が無理やりだったってわけではないですよ。そうじゃなくて、性暴力の被害に遭った人が自分の被害を誰かに打ち明ける、警察に行く、あるいは相談機関に相談する、そのハードルの高さっていうのをちょっとでも感じてほしいなということで、こういうワークを持ってきました。もうちょっとですね、小グループのきっとワークなんかも考えてると思うんで、石倉さんが私に子供っていう視点を与えてくれたのは石倉さんです。すごく感謝しています。将来この日本も世界も作っていくのは今の子供たちですから、その子たちがよりよく輝ける社会、そして世界を作るために、今大人たち、私たちができること、すべきことをぜひ一つ一つでもやっていきましょう。本当に今日はありがとうございました。